だ。これあれじゃないですか、これあのパンツタイガースの大体高性給度100周年の特別だとやつって、すごいな、なんかほらほら、ミンジェさんの通訳伝説ね。いやほんま今回イベントすごかったですもん。イベントですよこんなん、キヨちゃんの通訳イベントみたいな、俺の通訳イベント。めちゃくちゃかっこいい。この辺さ、あのキヨちゃんの、いやあのキヨちゃんのお祭りで使った車ですね。それがおさん兄さんのこの横キヨちゃんさんだ。おー、先生先生、あー、うちのギロも俺の主役やな。はいはいはい、9033なんで面白いな。うん、あ、ナラスカトレイド奥はあれや、島の、島スペイン村のラッピング車やな。どっちも2022年に、どの違いさよ、これ。こっちもすごいな、なんかラッピングの。これまた派手なラッピングですね。うん、こちらスマスイムラッピングです。これ前乗りましたね、あの祭りの時乗ったやつ、あの俺主役の時乗せてもらったやつが可愛いな、これスマのほらこのこういうやつめっちゃ可愛いですね、めっちゃ可愛いです。はい、
しい、MMC。好きなやつですよね、あれね。ダイヤがカーテン、カーテン、全部開催するんですよ。あれさっきの回数やん、これ営業列席さえなんかゼロの回、あの回数結構大和最大値で多分おそらく回数で食うやんた、これを営業者に使ってもいいんじゃないですか。こっちまだステップ交換してへんねや、初期状態や。後ろ6両は7しか取れん、あ色すごいな、さあ行きますね。5000、え、また違うわ、5039や、はい、違う、5009か、どうですかな。うわ、錦城あるんや、錦城のマーク、面白いな、錦城とかあるんや、あの発言。いや、怖いな、行かないんだって。左は何やら、次に C1 か、あ、トップナンバーや、トップナンバー発信系ですかね。で、こちらアマソギで出演して、アマソギでキヨちゃんのイベントに出演させてもらった際でございます。いや、ちょっと楽しいですね。左から電車が発車します、ご注意ください。Thank you.
ちゃんはいい。俺はあれですね、甘すぎるんですね。俺が言うんですよ、これまたいいさやつや。そのまま来てるわ。見てるもん、なんか気になって見てるもんな。うん、わかるわ、俺たち。何だったかな、あれが。あ、なんか遅そう。もう引退するね、今年中に引退する5センチ型や。今年中に引退する5センチ型です。キングとってきてるやん。あーもうこれ先行かせたはずなんですね。はい、時間遅れてるんでね、快速空港遅れてるんで、先にあの普通列車行ってるんですね。
もう先行くんやな。はい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 。もう先5センチから出るんや。お互い先で出るんで、あの追いかけるパターンですね。はい、結構早い早い。あーはいはい、こいつ主役出してもらったやつや。なんか試合あったのかな、それでこんなの遅れたとか。もうリックスが試合やってて、あ、後ろは何これ。あ、その編成やねんな。はいはいはい。やろ、早起きす。あ、もう言われへんのね。めっちゃいいってやったからね。撮影より多分15分が遅れてる。そう、撮影より15分ぐらい遅れてる少しなんですよ。ということで、また反対側続いてきましたね。こちら普通じゃ遅延してます。またこれ15分ぐらいの遅れですね。結構遅延です。でかいです。はい、線路トラブル結構まあまあ遅延が弱いです。あの線路トラブル結構遅延に高いんですけど、
たわ。え、1分後はまた来た。また来た。あ、でも前も来ないだろ。なんかそこで止めてさ、そういうことを言うのね。なんかこれ1回まとめてどっか、なんか高さに行く。これはね、こちらの車両は今1分後に来たやつですね。1分後、1分後って言ったらいいかもしれない。桜川、桜川です。こちらの車両、こちらの車両も、1分後に来たんですが、多分こ時間調整するのかな。このまま全部大崎行くんですかね。それでは遠いんですよ。まあでも急いで休んでね、はい。山田駅特急です。アーマーライナーの新しいやつや。アーマーライナーネクストだよ。あー、これかっこいい。ネクストや。大先生が受けた書いてますね、新しい。すげえすげえすげえ。ボケと変わってる。あー、多いやつになってる。あー、通席はじゃあ、ネギ合わせてきてないわ。あ、デラックスか。すげえすげえ。顔すごいね。あ、いるやん。めっちゃかわいい。なんか未来の電車やな。あの電車を見た感じだと。10年前だと思えない時代です。はい。おはようございます。